こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。川瀬です。今回はですね、チャット GPT について話していこうと思います。はい、はい、ありがとうございます。何それって思ってる人が多いと思うんで、はいはい、まずお話しますと、Google に次いで出てきたテキスト型 AI の話です。これによってエンジニアの仕事が将来なくなっちゃうんじゃないかっていう話も出てきてます。現在エンジニアの人は必見です。絶対見た方がいいです。ちょくちょく耳にする AI の進化によって将来的にはエンジニアが必要なくなるんじゃないかみたいな、シンギュラリティが起こるんじゃないかっていうのはもうずっと前から言われてますけど、うん、いよいよ来たんじゃないかみたいなことも世間で今騒がれてるんで、お話ししていこうと思います、うん、はい。チャット GPT がどんなものかっていうと、アメリカのオープン AI という人工知能研究所がですね、開発したですね、最新の AI システムですと。今までの AI って言ったらアレクサとかじゃないですか、うん、明日の天気は何、明日は晴れですみたいな、今回はですね、チャット GPT っていうのはテキスト型です。文章で何かを言うと AI がデータを貯めていったものを吐き出してくれるっていう。すごいな。はい、人の代わりになり得る可能性を持った AI って言われてますね。はいはいはい。どういうことができるのかっていう、例えばですけど、Go 言語で簡単な API サーバーを作成するコードを書いてとか言ったら、コードがパラ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 って。すごくない？あと、このコードの良くないところを教えてとか言うと、ここは良くないですよみたいなことを言ってくれるっていう。チャット GPT の立ち上げにもイーロン・マスクが関わってるみたいですね。今はもうあのいやらしいんですけど。時の人か、Twitter の。どんなことができるのかっていうのを事例でお見せします。はい。まずですね、root を調べる JavaScript の関数を出してって言いました、こんな感じで、まあ if 文でパパパパパッと途中で切れてるんですけど、ちゃんとしたコードをですね、if 文書いてくれてます、2023年なんで、これぐらいできてもまあまあ、そんなびっくりしないよと。あとですね、こんなことも聞きました。プログラミングのおすすめの勉強方法を教えてって聞きました。そしたら、プログラミング学ぶ際の勉強方法を教えますと、1つ目、2つ目と5つも綺麗な日本語で出してくれて、しかもアドバイスもめちゃめちゃ的確なんですよね。自分で考えながらコード書くのがいいですよとか、オンラインコースとか本を使って書くのがいいよとか、あとコミュニティ参加した方がいいよとか、自分で自分のコードレビューをしたりとか、人のコードレビューをしてスキル磨いていこうとか、 AI がちゃんとですねアドバイスしてくれます、うん、すごいね。元々僕 Ruby やってたので、Ruby on Rails でログイン機能のコード書いてっていう風に AI に言いました、そしたら Rails で Gem っていうのがあるんですけど、Gem をまずこうコマンド実行してババ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 ッと、なんでお前知ってんのみたいな、まあ今となったらこれがあっててかどうか分かんないんですけど、意味を理解してくれて、実行はしてくれるんですよね、AI すげえなみたいな。これもだって即レスでしょ。即レスです。文章がバババババって現れてきます、マジか、何でもできんじゃん、すげえなと思って。次ですね、丸山健人を検索してって言いました。丸山健人を検索してっていう風に言ったら、丸山健人は日本の俳優です2000年から2010年にかけてテレビドラマや映画に多数出演していました。ドラマ名探偵コナンでの主人公森五郎の役などをやっていましたみたいなバレてるんですよ、やってるいや、やってねえじゃんこれやってないんで、なんでだろうみたいな。どっからどうやって引っ張ってるか気になるよね。気になりますね、僕の名前の漢字たま出てこないんで。あ、そうだよね。何かしらのデータで引っ張ったのかなと思いましたね、こういうミスもやっぱ起こります、はい。動画の途中ですが、エンジニアなら必見、エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。あとですね、面白い話を聞かせてっていうのも言いました。これやっぱ人間のじゃないと面白いかどうかって分かるじゃないですか。確かに確かに。これ読んでもらっていいですか、浜田さん。お話をするのはいいですね。今思い浮かんだのは、英国の詩人であるレイモンド・ゾンビーが自分の特集を出版するために英国軍に入隊したという話です。彼は英国軍で軍人として働いている間も詩を書いていました。そして彼が軍を退役した後も詩人として名を馳せました。これは非常に面白い話だと思います。お探しの話はありませんでしょうか。別の話もお伺いしましょうか。俺が滑ってるんだ最後の文章でさ、本人も滑ってますよね、別のやつ探しましょうかって言ってるから面白いかどうかっていう判断はまだまだ AI にはできないみたいですね。全然しょうもないけど、一番おもろいかと思って、レイモンド・ゾンビー名前のとこが一番ちょっとおもろいかと思っちゃったわそうですね。面白いの基準っていうのはやっぱロボットと人間が違うのかなと思いましたね。こういうこともですね、やっぱ AI ならではのいろんな意味でおもろいなと思いましたね。こういうところがやっぱり人間に勝てないというかさ、はい。じゃあどんこまでこうできるのかってところで、最後ですね、チャット GPT で複雑なコードを作ってっていう風に依頼しました。詳細はちょっと見てもらったらいいと思うんですけど、チャット GPT はですね、自然言語処理に特化しているモデルなので、プログラミングコードの作成には向いていませんと。なのでそういったコードの作成については専門知識を持った開発者が必要ですっていう風に AI が言ってますとつまり人間が考えたり作っていきたいようなシステムを作るコードは書けませんっていう、これを見てですね安心しました我々にもまだ
仕事あるぞと。あります。 AI が言うんで間違いないかなと確かに僕らはまだこのレベルです。 AI が言ってくれてるんでしょう、はい、例えばですね、大規模なシステムを作ろうとかでいろんなパターンがあるじゃないですか。イレギュラーもあったりするんで、これはこう、これはこうっていうテンプレがあるわけじゃないんで、それはまだまだ AI には無理かなと思いますね。はいはい。そこを設計していく人はやっぱ人間がやって、単純なコードを書くのは AI がやる時代はもう来るかもしれないですね。うん、そうだね。結構ですね、これ何でも質問答えてくれるんですよ、うん、例えばエンジニアが年収を上げる方法を教えてとか、スキルを上げていきましょうとか、まあ、エンジニアが年収を上げる方法は5つありますよっていう。すごいな、ポジションや業界を転職するとか AI が言ってんじゃん。ネットワーキングをするとか、なんか悩みがあったらですね、チャット GPT で聞いてみるのはですね、面白いかもしれないですね、うん、なんかありますか、聞きたいこと、チャット GPT に。浜砂純平が年収を上げる方法を聞きたいですね。それ出ないですね。出ないかありました。何ですかこぼれ漫才がバズる方法を教えて。それは多分無理ですね。無理か。こぼれ漫才がどうか分かってないんだけどそうだね。結論ですね、チャット GPT かなりすごいです。アドバイスとかはかなり正確にしてくれて、しかも参考になりますね。ただ懸念していたエンジニアの仕事が奪われるかって言ったら奪われなそうですね。うん、ご本人がね認めてるから。さすがにまだまだですね、エンジニアさんっていうのは仕事が奪われにくい業界ではあるんで、うん、最後まで生き残るのがエンジニアですっていうふうに言われてますからね。はい。その辺は安心していただければなというふうに思いますが、はい、とはいえこういった AI がかなり進歩をしているのは間違いないかなと思います。はい。今後あと20年ぐらいでシンギュラリティが来ると、うん、作業をしている方はですね、どん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 仕事が奪われていくというふうに言われています。はい。信じるか信じないかはあなた次第です。別に怖い話じゃないからいやでも面白かったわ普通に。これ人間の手でやっぱやることはいっぱいあるんで、そのあたりは安心していいのかなというふうに思いました。 AI ご自身が言ってるから全然もうエンジニアさんの皆さんはもう自信を持ってという感じでしょう。ぜひちょっとチャット GPT ですね使ってみてもらって、こんな質問をしたらこんな回答があったよみたいな面白いことがあったらコメント欄にいただければですね嬉しいと思います。はい。かなり面白いんで一回使ってみた方がいいと思います。はい。今回は以上となりますので、ご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。